山下三郎ある哲学者の死どんなふざけた人間でも死という真面目な問題に当面する時筑前として襟を正さずにはいられない誰でも後ろを振り返ってそこに不用意に忘れられた死が生と隣り合って じっと自分を凝視しているのに心づくとこの際敬験な心持ちに立ち返ざるを得ない死は必然的であるそして骨炎として襲うそれは何人といえども寄避し否定することができない前へ前へと暴君的な絶対権威に号令され 英語の完成めがけて前進しなければならない退却という一つの異例すらも許されないのである普段はふざけきった彼らの集団が思いがけない真剣な胸の内へ必死と食い込んでいくような恐ろしい心持ちを味わったのもそれがためである事件の顛末はこうだ「あるよ。 彼らがいつものとおり東洋圏の2階ホールの明るいシャンデリアの下で白いグロースを囲んでめいめい紅茶にタバコに肩の張らない雑談にふけっていた別段色彩のある集団でも結社でもなくただ漫然と寄り集まって気が向けば趣味を語らいたとえ誰がひ然背いて去ろうとも彼らは一切無関心であった。 この小さなそやで自由な社交団もし強いて名付ければだがを形作っているのはユーモア好きな弁護士校外科の新聞記者大学の助手を務めている医学士から詩人もあれば美術家もいたしたがって会合の度に彼らの唇に上る話題なども取り留めのないまちまちなものであったがしかし その取りとめのない話から一つの悲劇が生み出されたのである以上冗談であってもその夜の模様をざっと話さねばならない髪をきれいになでつけた侍医学士は卓に肩肘をのせたままさっきから話し続けていた実際今のようじゃやりきれない刺激も興奮もない生活に感激は湧いてこない もっと何かこう傷口を霧の先で引っかき回すような心持ちにならないものかなだいたい、刺激というものに対する感覚は肉体的には鋭敏になっていくが精神的にはかえって抵抗の方が強くなるのが普通だねこんなに退屈になってくれば早くこんなくだらない世の中から追いとましたがる連中が増えるばかりだ 芸術がそうだろう小説を読んだって劇や映画を見たってまた絵画や彫刻にしたところでくだらないものばかりだつまり芸術家自身が退屈しているんだ梅雨明けに金魚売りの声を聞いたように居眠りをしているんだよだって大勢をついた経済家での白川が どの強い菌眼鏡を反射させながら口を挟んだ君なんか病院で死体室へ行けば毎日のように新しく呼吸を封ぜられた醜い死体が散らばっているし外科手術で海だらけな腐った肉を削り取ったり随分な刺激があるじゃないかところがダメだね僕たちが肺臓を真っ二つに切断したり キラキラ光るメスで患者の腹部の肉をギギギッと切開する時なんか君たちがスチュートタンを切るよりもっと職業的だが相手が無抵抗な死体だったり麻酔剤で知覚を失っているのではちっとも興奮なんか覚えないよ。あれが苦しさと痛さで死に物狂いになって泣くやつを抑えつけて切るのだとどんなに愉快かもしれないがね。 だんだん人殺しに近くなってゆきそうだまるでマルキド・サドみたいな男だよ君は隣の高畑弁護士が笑うと佐村は何でもないように言ったいやあ実際一度は人が殺してみたいよ物騒な医者だなおいみんな忘れてもこの男に脈を取ってもらうなよ 高畑の言葉がおかしかったのでみんなは声を上げて笑ったすると新聞記者の東が佐村に聞いた「君は何がいそれでも小説なんか読むかい何だいしっけえなそれでもだなんてだが近頃の小説は読む気がしないよくだらない作家の生活描写やおのろけを読ませられるんじゃ 読む方で迷惑するばかりだだからちっとも読まない読まないで芸術をけなすのはひどいねどんな小説なら気に入るんだい気に入るもいらないもないがさおうやモーパスさんのものなら以前に読んだことがあるおおかわいいね探偵小説を読んだことがあるか そんな低級なものは読まないよ話せない男だ強いて低級なものでなくても立派な探偵小説があるじゃないか単調な生活に焼き焼きして飛び込むところが犯罪の世界で平凡な芸術に刺激を得られない人間の趣味の落ち着くところは探偵小説なのだ 君のような専門的な立場から読んでもきっと面白くてご注文どおり刺激があるそうかなあどっちつかずの答えをした佐村が考え込む暇に銀行員の松田が口を開いた犯罪って一体どんなものだろう犯罪の定義かこいつはこの男の一手千倍だよ 東は顎で高畑を刺しながら「僕らの解釈はあるいはやぶにらみかもしれんがまあ人間同士決めた約束に背いた行為を指さして犯罪というのじゃないかな」ところが正直なやつだけが約束を破って罰せられ利口なやつが約束に背いても犯罪にならない世の中だ。 郊外のおかぶを奪って松田がつぶやくうんなくてもいいのに教育家と宗教家があるやつらは一体何を教えてくれたのだ我々人間に幸福を禁忍させるような真実は一つだって教えてくれやしないあいつらは民衆の幸福を看板に年中約束に背いた生活をしているんだ 政治家もそうだまあ道路へゴミを捨てては見苦しいからお互いに捨てないようにしようと約束だけしておきながら皆平気でゴミをまき散らしているんだ自分の家の前が汚なければよその方へ吐き飛ばすそれが山のようにうずたかくなれば周期で迷惑する人もつまずいて怪我をする人もできる そこで人が迷惑しないようにほうきとゴミ取りを持った掃除妊婦がいる新聞記者だの探偵だのはいわば便宜所をつけた掃除妊婦の不定にすぎないのだ白川はさっきからくすぐったそうに微笑していた彼の父は家族で政治家であるなるほどしてみると 新聞記者や探偵なんてものの存在価値も大したものじゃないようだねうんだが家族の存在よりは意義があるこりゃひどいけれども探偵は軌道だ昔から歴史の裏面にどれだけ多く世の中を毒しているか知れないその代わり世を疫していることもどれだけ多いか知れないよ 敵人の勘来たりて我を勘する者を穴ぐるよってこれを利して導きてこれを置くおい西洋でもやはり皮肉な勘を用いたものだね勘ってどんなものだ勘長とか探偵とかいうものさコナンドイルのゼラール旅団長叙勲顛末などにかなり詳しく書かれている へえどんなことが経済家でドイルを学ばなかった白川も他の連中も皆面白そうに東の方に顔を向けるナオウ時代だがねパリが連合軍の獣医に陥った時ライムの町に大本営を置いたナオウがそこからパリに籠城しているスペイン号へ当てて密書を送るのに使者として選ばれたのが ゼラール少々とシャルパンチエ少佐なのだでこの2人に密書を1通ずつ持たせてわざと違った道を別々に行かせたじゃあ敵の中を突破するのか随分冒険だなその密書にどんなことを書いてあったんだ松田と佐村は気になりそうに聞くさあナオウは 二日のうちに大軍を率いてパリへ急行すると書いてあるのだと言ったそうだがまあ何だってかまわんさおそらく不可能という字はなかっただろうふん、モスクワの雪の日を征服することは不可能だったくせに高畑が横槍を入れることによれば4000年のピラミッドは 今や君らの行動を監視していると書いてあったのかなまあ待てそう混ぜっ返すなゼラールがこの陣地突破には随分苦心をするんだどう猛なコサックに追われたり穴らに隠れて危うく基地のために命を拾ったりまた敵兵に化けて味方のために殺されかけたり こうして幾度となく命がけの冒険を経てようやくパリに入ることができた密証を法廷して任務を果たしたのだねそれでもう一人のシェルパンチエとかいう男はシェルパンチエは途中で希望通り連合軍の捕虜になったおいちょっと待ておかしいぞ何が だって、捕虜になるのを希望通りとは。サムラは仮点が行かないらしくなじると、アズは得意そうに微笑した。そこが反感のトリックさ。まず味方から欺いて捕虜にさせ、そのポケットから出た密書で連合軍を図ったのだ。ゼラールはそれに気がつかないから密書大切と命がけでパリへ飛び込んでしまったのさ。 おやおや。では、まるっきりナオの計画をぶち壊したわけだ。ナオは怒ったろう。うん、怒った。キジのような声を出して怒ったそうだ。そうか。ああ。トリックだったのか。サムラは何を感じたのか、腕を組んでバカに感心した様子。 白川が後を引き受ける。なおもバカな男だそれで失敗したゼラールがなぜ除勲されたのだ目的はしくじったが途中の冒険をしとげた勇気を褒めたのだねそれで捕虜になった少佐はそれはどうなったか書いてない小説だから書かなくてもいいのだろう東が突き放すと 白川はうろたえた。えああ小説だったのだね僕は本当にやったことだと思っていた一同は新しく笑ったこの時まで口を出さずに隅の方で聞いていた哲学者の中林は誰にともなくつぶやいた「あの二つの呪われた国は」 永久に溶け合うことのできない敵同士だナポレオンから腰も立たないくらい叩きつけられたクルマン族はジョンブルの力を借りて敵をセントヘレナへ送ったまたパリの城下に誓いを強いられた不仏戦争の恨みはあのカイゼルをテ座から引きずり下ろして恐ろしい復讐は代々 毒仏両国に生まれる子供に遺伝して鋭い歯を研いでいる現在のドイツの子供が砂遊びに使う解釈詩は未賢弱の毒炉で親譲りの復讐に湧く血潮を注げば火炎が立ち上りそうだ両国は永遠に呪われた修羅だ佐村は中林のこの言葉に 鼻先にちょっと軽蔑するような小じわを寄せて笑った復讐が遺伝するってかいうん遺伝する冗談じゃない性格として残虐な素質は遺伝するかもしれないが要因がなければ発動しないものだ先輩の悲哀や国家的にあるいは個人的に受ける甚だしい圧迫の犯行からと。 国源の象徴などが要因となって初めて復讐という形になって現れるだから素質は遺伝しても復讐は遺伝しないよどうもその説はおかしいねおかしくても僕はそう信じる君は宗ぬ狸の話を知ってるか狸の話なんか知らない 哲学者なんて時々とてつもない方へ話題をそらすものだと佐村はちょっと呆れ顔であった昔宗国寺のほとりに封を経たタヌキが住んで自ら宗丹と名乗って茶道やこの教授をやっていたいずれ勤毛九尾とか言うんだなタヌキに勤毛九尾があるもんか黙って聞け その宗旦がある日焦然として弟子たちに向かって言うには彼の余命はもう長くない刻々死期が迫っていると涙を浮かべての話だ狸の空涙さそこで弟子が訳を聞くとこの狸が千年山梨に住む愚直な農夫を たばかって殺したことがある。その農夫が今犬に生まれ変わって自分を狙っている。数日の後にはどうしてもそれと巡り合わなければならない。それだけは逃れたくても逃れることができないように前世からの約束になっていて自分は その犬のためにかみ殺されなければ功が果たせないのだと嘆くので弟子たちはそれではその犬を早く殺してしまったらいいではないかと勧めたのだけれどたんは首を振るばかりだったところが間もなく桜の花が咲いたので 弟子たちが閉じこもっている宗丹を寄付用のために誘い出して厳重に経営しながら醍醐の花見に行ったのだそこで宗丹も浮世を忘れて興じていたが弟子たちが何かに気を取られて一瞬間脇見をしている間に宗丹の叫び声だ弟子たちがハッと気づいた時はすでに遅かった 孔子のような犬のために噛み殺された跡だったそうだ。君はこの話をどう思う伝説なんか当てにならないよ。そうだ伝説にはそういない。けれども財価を得た者はそれだけの償いを受けなければならない。血を持って得た者は 血をもって奪い返されるこうした両者の輪廻はやむことなく弱い無能な人間の力でこれを支え止めることはできないのだ僕があくまで復讐の遺伝を信じるわけはこれだぐっと見えを切る中林を持て余したように佐村は苦笑した どうも見当違いの因果論を持ち出したものだな僕は君が笑われるといけないと思って忠告したのだが笑われてもいいから僕はそう信じる愛嬌のない男だまっ勝手にするさしばらく沈黙が続くとこのしらけた座を取りなすように東が言った よく講談なんかで仇討ちの時に大きな声で名乗りを上げるのを僕はあんな悠長なことができるものかと思っていたが実際はあれをやらないと弾みがつかないのだそうだねけれどもいずれかがあのトギトギした刃でざっくりと切られた時の心持ちは一体どんなものだろうねみんな黙って返事をするものがない すると杉山がしゃがれたような声で佐村に聞いた自殺では石が一番楽だって言ったがそうだろうかああ踏み台を蹴り返した瞬間だけで苦悶はごく短い間だしかし首吊りは鼻を垂らすそうじゃないか。 もっとも柔道の締めが利いても鼻を飛ばすがどうもあまり気の利かない格好だ絵にはならないサイドテーブルの時計は一時を報じた絵花のどこかで皿の勝ち合う音がかすかに聞こえて夜更けらしい寂しさがせまっていた 絵にはならなくても死にはなるよ。何者にもとらわれない超然たる姿勢で高くから垂れ下がって、固くにうごめく集具を白眼視しながら、風吹くままにゆらりゆらりと揺れているなんざ、立派なしじゃないか。僕は好きだ。ほーら、また始まった。中林の癖だ。 目を丸くした杉山はちょっと顎をしゃくると一同と目を合わせただが中林はどこまでも真面目である「苦痛なしで死ねるなんか実におあつらえ向きだ」「佐村君の照明つきだから大丈夫だろう」「このままで捨ておけば果てしがつかないので塩合いをはかって高畑が制した」「おい もう一時を過ぎたよううだ。もう今夜は別れようぜ僕はもう帰る。と率先して帰り支度を始めたのでさすがに話もそれなりでおのおのの椅子から立ち上がって一同が三三午後ふけた郊外へ出たそれでその夜の会合は終わったのであったそれから こののんきな連中にもやはり命め名いめい一週間の日が公平に経過した行き詰まりな汗を思わせるような生暖かい日が続いたそれでも真昼のカラッと晴れた日よりに風はおろか一点の曇りさえなく長い冬の沈居から免れ出た上にこの春の陽気に恵まれた草や木は 勢いを得てずんずん恵んでいって梅は前盛を桃に譲り桜はみるみるつぼみを膨らませてゆくにわかごしらえの花見茶屋がよしずばりさえも危うく花のために出し抜かれるところだった名物桜がほころびかけたと花のうわさがちまたに伝わる日は長くなったと言いながら きぜましい花時の行楽は暮れやすいやがてたそがれも過ぎて町は明るいともし火に飾られた病院から帰りがけの侍村は宅へは寄らないでそのまま今夜の会に行くはずにして折りかばんを抱えたまま全く暮れた町を歩んだそしてその頭の中には 今夜これから展開されるべき愉快な会場の光景を想像していたいつも早くから来ている高畑はあの丸い顔に短いひげを引っ張りながら例のおどけた調子で人を笑わせているだろう自分は檻を見てこのたった一つの妙計を発表してみんなを驚かせてやろうまず入ってゆく時から すこぶる落ち着かないそして元気に振る舞わなければいけない心から喜びに耐えないようにニコニコしていればきっと誰かが怪しむに違いないだろうそこで自分の喜びを発表するとみんなはそれはめでたいと早速乾杯しようとするどっこい諸君願わくばこの乾杯は ここ数週間延期してくれたまえと来るね誰も皆「な定めしあっ」というだろうなこれは素敵だ彼は歩きながらくすぐられるようにフフフっと笑ったそして歩道の上をこの人混みさえなければ踊ってみたいような心持ちで歩んだのである雑踏を縫いながら歩む佐村には 東洋圏の広場は見えない。見えなければこそ軽い気持ちで急ぐ誰でもこの無能な人間は誰でも一寸先が見えない見えなければこそ辻裏は売れて口乗りになり大道の産税地区に立ち止まる人影もある東洋県の広場には大半例の常連がそろっていた しかし伝統がすっかりともされていないゆえか今夜はこの部屋いっぱいに陰鬱な影がみなぎって皆変に隅の方へ寄り固まっては何かはばかるようにひそひそとささやいているその中には高畑も東も中林も来てはいなかった元気のよい佐村の笑い顔がドアの影から勢いよく現れても 皆振り返っただけで誰も声をかけるものはなかったいやみんな来てるねどうした大変静かじゃないか高畑や東は遅いねえ佐村の期待はまずこの夜伽の席ででもあるように嫌に寂しく静まり返った室内の光景に裏切られてしまった。 たどうしたというしとんだ、この陰気さは。明かりをみなつければいいのにみんなはなぜそんなに黙り込んでいるんだもっと真ん中へ集まってにぎやかに話したらいいじゃないか花は咲いたぞ人間はみな小鳥のように浮かれてるぞさあこの幸多き春の喜びを祝わないかえはいみな黙っていた ただ一人だけ薄暗いところから声をかけたものがある。何がそんなに嬉しいのだ馬鹿に上機嫌だね。あ、昨べ生まれたのだ。何が家内が昨夜産後してね。幸い親子とも達者なのだ。そうかい。 また話が途切れそうになる。なんだか心細いこの場合生まれた子供が男か女かと誰も尋ねてくれるものがないので話の継ぎ方を失ってしまいそうになるああ僕もこれでお父様になったわけだかわいいものだぜ赤ん坊なんてのは誰もめでたいと言ってくれるものがない 言葉は固くても、強情でも、やはり話しがいがあるのは、まだ顔を見せない連中である。高畑やアズは、何をしているのかなどうもバカに遅い。君はまだ知らないのか中林が死んだの。え中林が死んだああ。 今朝死んだのだって人間ほどわからないものはないそして当てにならないものはない十回的につぶやいたその男はそれきりピタリと押し黙って妙にシーンとした静けさに襲われて皆は肩をすくめた中に一人はたまらないらしく立ち上がるとズボンの隠しに手を入れたまま せわしく宅の横を行ったり戻ったりして手を伸ばすと壁のスイッチをひねったので室内はよみがえったように明るくなってめいめい,いくらか寂しさから救われたようにほっと天井を仰いだと佐村は沈黙を破ってけたたましく笑った「<笑><笑>ああ危ない」。 あまり君が真面目な顔をしているから、うっかり担がれるところだった。し、死んだとはよくできたね。はっははは。おかしくてたまらなさそうに手を振る彼を、一同は呆れたように見守った。ようやくサムラの笑い声が切れるのを待って、例の男は厳粛な顔で言った。おい。 そう不謹慎に笑うな中林の死んだのは事実だよ僕も最初は嘘だと思っていたくらいだがやはり死んだのだそうだ高畑と東とが朝からそれにかかりきりださっき電話でもう用事も済んだからすぐ行くと言ってきたからもうやってくるだろうじゃあ 本当に死んにだだのだね。なぜかな高畑が来ればわかる僕らはまだ何も知らないんだこの間の晩ここで話をしたのが最後だったなそうそう何か君と議論をやったっけな力なく言ったこの男はまた何か考えに沈む 佐村はその言葉にちょっと暗い方へ引き込まれるような心持ちがしたそもそも彼の職業は医師であるあの時学者としての立場から自殺に関する意見や遺伝説について争ったことは記憶に残っているだがしかしまさかそんなことが中林の死に何か関連しているというふうには考えたくないそうだ そんななことは考えたくない。がもしや黒ずんだ影がちらと彼の方をかすめるドアが開いて高畑と東とが入ってきた皆はすぐどやどやと二人を取り囲んで恐ろしいことでも宣告されるように固唾をのんだ二人は疲れているらしくぐったりと椅子に持たれて 変わる変わる話し出したのであるいつも早起きの中林が今朝に限って遅くまで顔を見せないので下宿の女将が不審に思って彼の部屋を覗いてみたかと思うとあっと仰天して辺りの人を呼んだ閉ざされた雨戸で光線を遮られた暗い座敷の中央に鉄人中林は挑戦としてくびれている。 最寄りの医師を呼んだがもう相当の時間が経過しているので手当の加えようがなかったのである土地に親族のない中林の処置に困って女将は東の勤めている新聞社へ電話をかけてこの返事を知らせ処置を相談した東はこれを高畑にも知らせて下宿へ駆けつけ郷里へ急砲したり検視から全てをせわしく処理して 悲嘆に暮れる郷里の母親を慰めながら明日告別式の準備までしてようやく引き上げてきたとのことであるそして2人はこう付け加えた日暮れには国元の連帯に勤めている中林の兄という人も来たがねどうも気の毒で挨拶に困ってしまった帰りに2人で相談したのだがね この集団からも何か送らねばならないと思ったので花輪を注文してきたが意義はないだろうみんなは押さえつけられたような胸苦しさを感じていたが松田がやっと答えた結構だともいろいろご苦労だったそれで何かい通夜はどうせ今夜の会はダメだろうから僕も高畑もお通夜に出かけるつもりだが 誰か構わない人があれば、一人でも多く行ってあげてほしいね。僕も行くよ。それで、中林の自殺について何か書き置きのようなものでもあったかい遺書は一通もなかった。ただ、日記を見てると、それらしいことが書いてあったけれど。どんなことがなあ、君。言うか 高畑が東の顔を見て聞くと東は冷たく否定した「よした方がいい今感情を悪くさせるに当たらないじゃないか誰だっていい気持ちはしないから」言い放った東の視線がはばかるように佐村の顔に刺さった一同はちらっと佐村を見る佐村は黙り込んでうつむいてしまった 下の玄関で女中を呼ぶ甲高い声がすると間もなくドアを開けて若い給仕女がムラに面会者のあることを知らせた佐村が立ち上がろうとする時無言のままのっそりと女中の後ろから姿を見せた褐色の軍服を着た陸軍将校を見ると高畑は弾かれたように立ち上がってその方へ歩み寄った長い拝見の塚を左手に下げて 日に焼けたあから顔をこわばらせているその将校は高畑に向かって隠吟に日の骨をりをしたそして何か低い声で言うと高畑の顔は困惑らしく曇ったがようやくうなずいて佐村の方へ引き返した「ねえ君あれが中林の兄なんだが一度君に会いたいそうだ会うかい?」 かの部屋へおってもらおうかいいよここで会うよさりげなく答えたものの波立つ感情を抑えるのに努めなければならないほど何かしら不安を覚えた中林の兄はつかつかと歩み寄ってきた君が佐村くんですか僕は中林の兄です弟が 四十ご交際を願っていたそうですねはあ何の意味もなくこう答えてよく相手を見ると中林によく似ている中林より老けて見えるのは日に焼けた皮膚とひげを生やしているゆえであろう鋭くいつくめるような瞳の中にも重いしなか痛ましい悲しみの色が漂っている佐村は この人から妙に圧迫を感じた。そっと視線をそらすと肩のキンモールが火に生えた。弟は死にました。それは五稜君からお聴きくださったでしょう。弟はあなたの教えてくださった方法で死にました。いやいやともすれば激烈しようとする。感情を制しながらしゃがれ声に続ける。 弟は先日あなたと議論をしたそうですねその問題で非常に脳を使ったのです考え通した挙句自らこの疑問を死によって解決しようと決心したのです尊い命を犠牲にして真理を求めた弟の苦心が死んだ彼には報われないのです 工事を日記に託して死んだあの弟の遺言を私は執行したいのです中林の兄注意の言うことはなんだか抽象めいて分かりにくかったが佐村はそれが何のためであるかはおよそ見当がついているので勝利しそうに眉をひそめたで、ね 僕にどうしろとおっしゃるんです。やけ気味に相手を部別するような響きを絡ませた。別段難しいことを要求するのではありません。生前のご交際に対してこんなことを申し上げるのは失敬ですが、どうか個人の冷然でその軽率を謝罪して、あなたの主張を撤回してください。注意は。 厳粛な口調できっぱり言い切ったこう軍人流の直接的な露骨な要求を受けるとまた佐村はムラムラっと強い反感ただ何かなしにその横っ面を力いっぱい殴りつけてやりたいような怒りを覚えた「僕はそんなことはできない」深く考える暇もなくこんな言葉が口から出てしまった。 注意はそれを聞くと、拝見の先を床にコツンとついていたけだかになった。バカなこととは何だ、しっけな。冗談や推挙ではないですぞ。私は、あなたの軽率から起こった事件について、最も寛大に罪を許そうと思えばこそ、隠して穏やかに話をするんだ。あなたに兄弟はありますかねおそらくはないのだろう。 なければこそ、そうした不人情な言葉も出るのだ。骨肉の弟を失った悲しみ、失わされた恨み。到底あなたにはわからないのか。さあ、もう一度お返事をなさい。謝罪をしますか叱るようなその語きには、妥協を許さない鋭さと冷たさがある。 おい、君高畑がすり寄って佐村の腕をつかんで引き戻し反省するように忠告するつもりだったが興奮していた佐村はいきなりその手を振り払った幾度言っても同じです謝罪なんかするわけがない公然と言い放ったみるみる注意は唇をかみしめ頬はブルブル震えた 室内の空気を圧して、鋭い罵声が侍の真っ向から浴びせられた。バカ野郎注意のこめかみに太い筋が立つと、その手に握っていた白手袋は侍の顔へ力強く叩きつけられた。男らしく決闘しろバカ者何バカたなんだ応戦の叫びは、 サムラの口からら発せられた。皆は我を忘れて総立ちになり2人の間を押し隔ててしまった高畑と東とが注意の両腕を引っ張ってほとんど愛玩するように廊下へ連れ出し他の連中は佐村を取り囲んで口々にすかしなだめるものもあれば廊下の方へ避難のつぶやきを送るものもあった <laughs> 誰が謝罪なんかするものかおい 誰でもいいから喜んで血統の申し込みに応ずるって言ってくれ青ざめた顔で佐村は怒鳴った廊下の方も合情で譲らないらしい困り果てた高畑はため息をしながら「ねぇ佐村君僕たちが困るじゃないか君が中林の意外の前で悪かったとひと言言ってくれればことは済むんだ」 あくまで君が言い張れば決闘でもやるほかなくなってくる。かまわんさ、決闘すればいいのだろう。だって君、そんな乱暴なマネができるものか。いいじゃないか。意地づくなら僕は何でもやってやる。あの兵隊め、剣と鉄砲が得意だと言うんだろう。さあ、 勝手なものをきめてきたまえ。ふなんだって構うものかチクチョウいかなる調停も甲斐のないことになった高畑はしばらく廊下の方へ行っていたが結局この席では迷惑だから他に場所を選んで2人の医師に任せることに一決したけれども決闘なんて言い出したところでただ一人実際のことを知っているものはいないので。 ただ聞き覚えの指揮作法でやらせることに手はずを決め貝添え人の人選もできて武器を手に入れるため出て行った使いが帰るまで2人を別々の部屋に休息させておいた間もなく使いの男はどこからか2丁のピストルを手に入れて帰ってきたまず佐村に選ばせることになったがいずれも米国ダーナクションの5連発の旧式なもので取り上げた手のひらに 凶猛な金属製の冷たさが感じられた玉虫色にいぶされた内金と引金の気味悪い呪いのような光沢は今までそも幾人の血と魂とを奪ったのであろう現在も新しい犠牲を求めて玉米の中から鈍い光の鉛玉が蜂の子のように覗いている 用意の自動車に分乗した。佐村を中央に高畑松田が並んでかけると自動車は出発した佐村は自動車がどんな道を走っているのか判断する余裕もなかった努めて心を落ち着けようと深い呼吸をすると胸からすすり泣きに似たものが湧き上がって意地悪く膝から旋律が全身へ伝わる。 下の先にはネチネチしたつばがたまるのを幾たびかのび下したグリップが破れるほど力を入れてピストルを握ってみたもう何分かの後にはこのつすぐちから火を吐いて撃ち合うのだいくら強く握りしめてもいずれか一人がだらりと垂れたちみどろな腕からこれをもぎ取られてしまわなければならない 肉体も、命も、それから、理想も、陥落も、もう、それっきり、おしまいだ。俺だろうか、あいつだろうか。バカな、あいつに決まっている。だが、一方が殺されて、一方が牢獄だ。しか、鉄装か、この二つしかない。 が、俺は死にたくない。牢獄も嫌だ。誰でも皆、今夜の俺の態度を、無見ずな、勇敢な強い男だと感じただろう。しかし、この自分ほど俺をよく知っているものはない。背かざる俺は、臆病な人間なのだ。怯えやすい弱虫なのだ。 この弱虫の張った虚勢を他人は本当に強いのだと買いかぶっているのだ。だって今さら赤裸々な俺の弱さを告白することはできない。卑怯だと言って笑われるばかりだ。今更自動車から飛び出して逃げることもできない。いっそ高畑と松田に頼んで今のうちに謝ってもらうか。だが、 さっきの人を飲んでかかっているような傲慢な兵隊な態度を考えると頭を下げてしまうのも大原だ佐村の思案がいずれとも決まらないうちに自動車はある別荘の横に止められて松田も高畑も彼を促して折り自宅を始めた相手の自動車も間もなく到着したそれからは皆下車して 狭い道を徒歩で行かねばならなかった歩んでいく地上には芝草が燃えいで靴底へやわらかく埋まるうちに去年からの落ち葉であろうバサバサッと小さい音を立てる辺りは木の下闇に覆われ手探りに行かなければ立ち木に突き当たるほどであったおいここらがよがろう。 先頭に立った東の声に一同が立ち止まって闇を透かすともう小道らしいものもなく老木ばかりが千個の歴史を語りそうにそびえ立っていた高畑と東とはそこで何やらささやき合っていたが2本のろうそくを取り出すと火を点じて佐村と注意とを呼んださあそれでは命の支配を神に任せて。 玉のあるだけ戦ってください。中林さんは何か言っておくことはありませんか何もありません。兵糸に覚悟はできています。じゃあ、佐村君はもちろん、何もない。二人は左手に火のついたろうそくを握って背中合わせに立ち、十三歩ずつ歩んで向き直った。 静寂な春のよ陰惨な森の闇は人に迫る十軒とは隔たず相対峙しいずれかは死の間に光るべき敵と敵とのささぐる塔下はさながら墓場に名滅する弔いのともし火を想像させるものであった拳は不安におののき脇の下にはむずがゆい汗が湧く は左手を水平に広げ右のピストルを構えたこのピストルと一緒に名誉も何も足元へ投げ打って屈服しようかそうすれば死と殺人からは逃れられるひとたび引き金を引けば全ては終わる危機は今の一瞬である人差し指に触れている引き金は 彼の心に背いてキリキリと寄ってきて別な犯罪的快感を満足させてゆく鼓膜を圧迫するような「バーン」という音響が彼の拳から起こって風もないのに左手の火はゆらりと揺らいだ彼方に注意の差し向けている筒口からも小さな架線がひらめくと同じ音が静かな森にこだまする。 は,はっと我に帰ったそしてどこにも異常のない自分の存在を見いだした敵の弾はどこをかすめたか判断はつかない横を通ったかそれとも頭の上だったかそれを考える余裕はないけれどもとにかくある天遊が今自分の生存に可能の保証を与えてくれたものだと思うと いくらか勇気づけられて2度目の引き金を引いた相手もやはり応射したどちらも弾はそれた耳に慣れたゆえもあろう広い森の中で撃ち合っているピストルの音が初めほどに恐ろしくなくなったが何でもいいから早く残りの弾を撃ち尽くしてこんな嫌な闘争から解放されてしまいたかった彼はまた 人差し指に力を込めたそして軽い反動がその手先に感じた時向こうの木の根方に立っていた敵の口から「あっ」という叫びが漏れてろうそくはばたりと地に落ち同時に人の転ぶ気配がした東と白川とが駆け寄って慌ただしく抱き上げて励ます声が聞こえる。 サムラは夢のような心持ちで横から肩をたたかれるまでぼんやりとしていたおいとうとうやったな高畑はこう褒めるのかとがめるのかわからないささやきを残してそそくさと敵の様子を見に行った佐村の心臓は放流の関口のように騒ぎだち 興奮した目にピストルを見つめたろうそくはじじじっと音を立てて燃えている足元に生い出る太い木の根は大地の脈管のように膨れ上がっていてそれがまるで精霊あるもののように自分の方へのたうってくる」と大地がスーッとめり込んでゆく彼は目を閉じた おい、しっかりしろ。さて、火を消したまえ。そら、帽子をかぶるんだ。松田がピストルとろうそくをサムラの手から取り上げたとき、墓場の底にうめいているような不気味な呪いの声が聞こえてきた。弟の恨みと、俺の無念。きっと晴らしてやる。代々。 貴様のうちへたたってやるぞいかに弟の持論が正しかったかを事実の上にきっと見せてやるぞあとは苦痛に耐えないのか低くつぶやくだけで聞き取れない佐村は 何かしらゾッとして息を詰めた争いには勝ったがそれが何になるのだ理由は何にもせよ俺は今人を傷つけて殺したのだ行く手には刑罰が待っている神の制裁があるこう考えていた時高畑が帰ってきたとにかく 僕らはと足先に帰ろうどのみちあの連中は医者へ寄らなければならないから傷の程度なんかあとで東君に聞けばわかる佐村より先に立ってこの森を出たようやく自動車のところまで来て柔らかいクッションに疲れた体を投げかけた車の中では誰も話を仕掛けるものがなかった 電車通りへ出て自動車が軌道に乗った時下と振動がやんで秩序正しいパルプスチームが上下する響きだけが耳に伝わりまるで地上を離れてひょうひょうと天空の風を切って遠い未知の国へ滑って行くようでもありまた暗い永遠の地底へ突進していってしまうのかとも思われたやっとのことで車が止まって 東洋圏の階段を上ると広間に残っていた連中の視線は奇跡でも見せられたように佐村の身辺に注がれた高畑は彼をそばの腕椅子にかけさせてから「いや諸君お待たせした君たちは僕と同じくこの光栄ある佐村君の帰還を心から祝ってくれるだろう」しかし気の毒なのは。 中林君兄弟だまあ諸君酒を言いつけてくれたまえ一座はにわかにざわついた中には侍の手を握ってその勝利を喜ぶ者も,もあったが佐村はうなずいただけで何とも答えなかった酒の運ばれている間に高畑は逃走の顛末を詳しく報告したさあ 酒の準備はできた諸君佐村君のために最後の乾杯をしよう佐村君も杯を取りまえいや僕はいらないどうした気分でも悪いのかあまり興奮しすぎたせいだろう黙ってくれあ,あ苦しい佐村は頭を抱えたままうつぶした 高畑は心配そうに佐村の肩に手をかけたしばらく眠ったらどうかねそれとも少し酒をやったら高畑の声も聞こえないかのように彼は床を見つめてつぶやいたいかに持論が事実の上に正しいかをきっと見せてやる、はああとうとうたたりやがった執念深いものだ あふ普段僕が最も恐れていた時期がやってきた何もかも滅びてしまうんだこの時ドアを開けて東と白川戸が帰ってきたどうした佐村君は病気か高畑はきっと目と手とで制した室内いっぱいに不安な夕食が漂って シャンデリアの光だけがみんなの神経を突き刺すように照る佐村は青ざめた顔を上げて苦しそうにカラーの間に指を差し込んだ「誰かカラーを外してくれたまえ苦しい!」ネクタイを解きボタンを外すマツダの手にせわしい生ぬるい息が嵐のように気味悪く吹きかけられる「そのカバンの中に体温器があるから」 出してくれたまえ。脇へ細いガラス管を挟んだまま佐村は手のひらで胸を押さえ高く低く乱調に打つ鼓動を数えたあダメだ,めだ呪いだいよいよ恐ろしい時期がやってきたこの俺もまた同じ運命でやられるんだ 生殖のないサムの唇から絶望的な叫びが漏れたおい苦しければ医者を呼ぼうかもう呼んだって遅いダメだ君たちにはわかるまいが僕の脈管には恐ろしい忌まわしい血が流れているんだそれがために僕は常々から こういう時の来ることをどんなに恐れていただろう。僕の父は、総強性地方症で死んだ。祖父も精神病院で死んだ。この血を受け継いだ僕が、到底健全ではいられないと覚悟はしていた。けれども、 こう早くやられるとは思わなかったもういくらあがいてもダメだもう二三十分見ていたまえきっと恐ろしい発作がやってくるそら、僕の心臓は今にも壊れそうだああ頭の中をマムシが牙をそろえて 噛み破るようだ。誰か医者に電話をかけて。待ちたまえ。僕が昏睡に陥ったら心臓麻痺の前兆だからすぐ医者を呼んで注射させてくれたまえ。それからもし乱暴な発作を起こしたら君たちは僕を縛って 病院へ送ってくれたまえ、はあ苦しいこの部屋がくらくら回るようだ彼は検温器を脇下から抜き取って朦朧とした瞳でそれを見つめたがもうそれを見定める余力もないのか震える手を伸ばしてそれを高畑に渡した日につかしてみると、 細かく目盛りをした管の水印は40度6分のところで停止している高畑は一同と目を見合わせてほっと吐息をついた「佐室君僕は君に向かって謝罪しなければならないまた諸君にもお詫びをする今日は嘘つきごめんの日だった」 以前から何か変わった趣向をしみんなにあっと言わせたいと考えて材料を探していたが幸いこの前の会合に君が中林君と議論をしたのでそれをすっかり取り込んで演じたのだが思う壺にはまって君がおあつらえどおりにおごってしまったそうして「復讐の遺伝」という野外劇は 大成功だった恐ろしい計画だ中林くんは髪を短く買って髭を植えたり顔を塗ったりしてうまく兄に化けたそしてピストルは工夫して火薬をすっかり抜き取ってケースの雷管と弾だけにして遠くへは飛ばなかった作り事とは信じられなかった。 本当に申し訳がない。わずか一夜の楽しみに作ったいたずらがこんな結果を生むと知ったら、誰がこんなたわけたことをやろう。皆、僕の罪なんだ。あいや、このアズも同類の一人だった。野が許してくれたまえ。佐村は細いため息をついた。なぜ、僕が。 犠牲に選ばれたのだろう。君がありふれた刺激じゃ物足りないと言ったからだってこの刺激は強すぎた中林はどうしたもう着替えもすんだろう僕が呼んでくる東が出て行くと間もなく中林が心配そうに青ざめて入ってきた。 君、すまなかった。こんなことになろうとは思わなかったので、つい芝居に身が入りすぎて。どうもすまない。許してくれたまえ。ひどい目に遭わせたね。僕は恨むよ。だが、復讐が遺伝するなんて、嘘だよ。 うん。嘘だ。素質の遺伝だよ。うん。すまない。高畑君発作の起こらないうちに遺言状を書いてくれたまえ。だって君。早くしないと危険だ。取り返しがつかない。紙なんか何だっていい。 じゃあ言うよ。うん。妻とき子は実家に帰り、分弁したる子をもって佐村家を相続せんべし。中林氏を相手に医者料請求の訴訟を提起し、その賠償金をもって幼児の養育費にあつべし。いいかね。証人として、 高畑、あずまの漁師を依頼すべきこと。それから、ときこは再婚自由たるべきことと復帰してくれたまえ。それだけだ。サムはがっかりしたように腕をだらりと垂れて、背後に持たれた。喉が渇いてならない。何か飲み物をくれたまえ。 力なく言う声に一人がおずおずとソーダ水を取り継いでやると手を震わせてごくりと一口飲んだそして高畑の走らすペン字を眺めああそれでいいそれから日付だ今日は誰か今日は何日か知ってるかいよろよろっと立ち上がった彼は片手にグラスを持ったまま 誰かの顔を見回した。すると後ろの方で誰かがおびえた声で答えた「今日は4月」といきなり佐村はもののけに襲われたようにゲラゲラと笑いだしたその笑いはますます激しくなって果ては耐えられないのかテーブルをたたき床を踏み鳴らして笑う声は 静かな部屋の中を震わせた一同はハッと色を失ったこの哀れな男はとうとう血に呪われて狂ったのだ互いが顔を見合わせて安全となった見よこの悲惨な男の末路を目は血走り落ち着きと節制を失った態度を まだ笑いやまぬさむらは下っ腹から絞り出すような声で笑いの間にこう怒鳴った君たちは君たちは今日が幾日か忘れたのだな今日は4月バカの日だぜ君たちは僕が気狂いになったと思っているだろう僕の親父が気が狂って死んだなんて 真っ赤な嘘だ。まだ国元でピンピン生きているそれに僕はまだ結婚していやしないんだよ君たちは僕のかけたヒプノチズムにかかったね体温計を脇の下で摩擦したのを知らないで本当に熱が高いのだと思ってびっくりしたでしょう僕はね君たちが僕にやらせようと思ってなしえなかったことを 君たちにやらせたよ。頭を揃えて謝罪したでしょこれこそ素質遺伝という一幕さ。巧妙な君たちのトリックに向かって。さあ、僕は乾杯するよ。